何かあっても椿がいるよ。応援だけはしてあげよう。え、いつからそんな感じになったっけ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回とりあえず最後ルカリオとね、対決してサブ任務やって終わったんやけど、まだかね、このもうちょっとで多分本編も終わりそうな感じやけど、その前にちょい受けれそうなサブクエがあったら、なんかね、ちょこちょこサブクエが増えとるっぽいけんね、その辺もちょいやっていきたいんですよね。立派なキノコを調べたい。とりあえず受けていこう、全部。すぐに解決できるかどうかは置いといて。パラセクトのキノコについて、正彦さんの協力を得て調査に当たってください。誰、正彦さん。サブネーム33、立派なキノコを調べたい。待って。で、何？どこ？どれだよ。立派なキノコ。これか。村人の正彦に話を聞く。よし。あれか、OK。行きます。高知拡張ね。確かに、ちっちゃいんよね。え、どの辺？こっちか。あのマークのやつかな？多分近そうやけん、それでしょう。家の中か。OK。この人、まさひこさん。ポケモンが生やしたキノコを調べるんだってね。確かポケモンの名前はパラセクトだっけ。僕はキノコ狩り歴20年のベテラン。パラセクトを捕まえたら譲ってくれ。僕もポケモンが生やしたキノコを調べてみたい。え、捕まえとるよね。パラセクトを譲ってくれるのか？どこですかね。あ、この子この子。はい、どうぞ。てかさ、こういうクエストをクリアするのでも経験値が入ってくれればいいんやけどな、ポケモンに。ところでパラセクトはどこ？まさかそのキノコじゃないよな。え、そうですよ。動いてるでしょ、上下に。ほら。ひょえー！キノコが振り向いた。いや、違う。ポケモンだ。ポケモンが振り向いたのだ。だが、キノコを20年見てきた僕の勘が言っている。今動いたのはキノコではないかと。なんてな。まさかそんなはずない。何言ってんだ、一人で。パラセクトっていうポケモンを知らずに言ってたの？ポケモンの本体がキノコ。いやいや、そんなまさか。サブニーム33、立派なキノコを調べたい、達成。解決したの？私のパーセクトどこ行った？あ、そこにおった。全然見えてなかった。パラセクトはキノコの部分が本体なんじゃ。いや、そんなまさか。でも、一応ね、顔は前についとるけど。さあ、この任務はあっという間に片付いたね。よかったよかった。さあ、この調子で、とりあえず掲示板のやつ全部片付けてこう。さあ、次は何でしょう。まだね、図鑑を完成させんといかん系のやつがね、いっぱい残っとんよね。受け取りやつの中にも。お気に召します、軒下は。民家の軒下に住み着いたチリンがいるそうです。あ、私見かけたよ、それ。牧場の近くで見かけた。村人の磯さんから詳しい話を聞いて調査してください。あれ、サブ任務のやつやったんや。なんか、村の中におるポケモン増えたんやなーって思いながら見よったんやけど。話しかけてはなかったんよね。なるほど。え、村人の磯さん誰？ピン立てんかったら、わからんのかな？さっきの、お気に召します軒下は、民家の縁側で待つ村人の磯から話を聞く。え、全然、ないですけど。全然ないですけど。磯さんどこですかね？縁側。縁側がついとる家ってどこだ？とりあえずね、チリンがおったのはね、こっちなんやけど、
待って、あそこになんかおるね。席だったか階だったか忘れたけど。あんね、チリーンはさ、あ、あそこあそこあそこ。ほら、これ、これ残ったやろ、チリーン。チリンチリーン。そう、これやけんさ、なんか、ストーリー進めてったら、徐々に村の中におるポケモンが増えていくんやなって思いよったんやけど、そういうことではないんよね。え、で、磯さんどこ？縁側って言ったけど、え、あの家のところではないの？え？え？どこ？もしかして家の中やったりとかするかな？磯さん。磯さん。うん、違うな。ここ、この辺に追ってくれないんすかね？ここか？この辺の、カツエ、ミト。え、違うな。え、あのチリーのことじゃないのか？どこだよ、磯さんって。外におるんかな？縁側にって書いとったよね。もしかして、チリーンがおるのあそこだけじゃないとか？そういうこともあります？別にいないな。この辺とかも別にいない。この辺の人は？ヘイハチ、ツユ。うん、違うな。いや、なんかね、このビッパと同じような感じで増えていきようかなって思いよったんやけど、この辺かな。磯さん、磯さん。おさめ。いなくね？え、いなくね？民家ですよね。いないですけど。え？ちょっと待って。民家の縁側で待つ村人の磯から話を聞くよね。おらんよ。もしかしてあれかな？その、何？時間的なものがあったりするんかな？朝方とか。今は夕方やもん。え、夕方なんかな？わからん。ずっとこの空の色なんかな？わからん。青丸。この人もなんか頼んできとったよね、確か。いないぞ、別に。こっちの方の家とかいうこともあるんか？いやー、でもこっちの方別に、おらん、すね。じゃ、他のやつとりあえず頼んで、進めていこう。そのうちね、見つかるでしょう。うろつきよったらそのうち見つかるでしょう。方向音痴にノズパスを。ノズパスには興味深いことわざがあるそうです。製造体のカエさんから話を聞いて調査をお願いします。製造体？どこですか？違う、誰より知りたいカチコールじゃなくて、方向音痴にノズパスを。この中ってことでいいんかな？製造体、製造体。見えねえ。あ、下かな？多分この下のマークなかったよね。よし。ん？この人かな？カエさん。あれ？違うな。誰？シマキ。え？誰ですか？あなた。え？全然違う人なんだけど。ちょっと待って。いや、あなたの話もまた後で聞くね。とりあえずちょい、一個ずつ検討していきたいと思ってまして、私。あれ？じゃあ、外かな？え？外？外なの？あれ？でもさ、あれじゃない？これマークさ、
あれ、新しい依頼って書いとんか。じゃあ違うんか。これか。ノズパスを渡すってこと。私ノズパスって捕まえとったっけ。ちょ待って、とりあえず。でもあれさ、出ていこうとしたら出ていこうとしたらメイン任務の方に行ってしまうかな。ちょいと待ってくださいまし。ノズパスっておったっけ私。ノズパス、ノズパス、ノズパス。え、捕まえたような気はするんやけど、え、おらんな。え、おらんくない？捕まえてなかったっけ私。ノズパス、え、おらんよね。あ、おった。これか。こいつ、この中に入れたままでいいんかな？いつも通り。それでいいんやったら、メインに進んでっかな、これ。進みそうな予感。よーいな。カイは天眼山に向かったぜ。こっちはどうよ。天眼山だ。お、同じとこに行くの？は？電木の旦那、もう山登りを始めたのかよ。重厚に見えて案外せっかしだぜ。まあ、時間を大事にするのは悪くねえが。わかった。俺が追いかける。アユナがいきなり顔を出すと向かれないだろ。さあさ、時は急げってな。騒がしいな。誰だい？ん？あんた、追い出されても村のために調査をしていたんだろ？まあ、村のためなのか？自分のためとも言うけど。そうだよな。アユナは村のみんなのために赤い鎖を手に入れたからな。そうですとも。調査隊は村の皆さんのため、そしてポケモンと仲良くできるように彼らを調べているのです。ありがとう。これあげる。何？いい子だね。アユナは元気の塊を手に入れた。ありがとう。嬉しい。回復アイテム大事。三つ命令する。一つ、山頂ベースから神王神殿に向かえ。二つ、赤い鎖にて事態を収めよ。三つ、無事に帰還せよ。ちょっと勝手に旅立たないでほしいな。私は砂漠への方にすっと行こうと思っていたのに。一旦帰れるか？お聞きしましたよ。銀河団に復団なされたとか。復団したのか私。おめでとうございます。こちらお祝いの満タンの薬です。おお、みんな主導してありがとう。え、でもこんだけさ、みんながめちゃくちゃ回復系のアイテムをくれるっていうのは逆に怖いよね。めっちゃ怖いよね。この先なんかこんだけ回復せんといかんことがあるってことやろう。うわー、いよいよですね。大丈夫に決まっています。あのようなロークを重ねて赤い鎖を授かったのですから。苦労かと思った。何ロークって。苦労と同じような意味かな。関さんもカイさんも山頂に向かわれています。アイナさん、ご分をお祈りしておりますよ。得意様が、お得意様がいなくなるのは本当に困りますからね。山頂ベースを拠点にするとか、自分も神殿の近くに行こうと思います。そうですか。いつでも買い物ができるようにってこと？お、なんか久々。大事になっているようだね。何かあっても椿がいるよ。応援だけはしてあげよう。え、いつからそんな感じになったっけ？待って、一旦帰れる？あ、なるほどね、調査。パルセクト10になっとるやん。イエーイ。これからちょ、一旦帰りたいです。やった、普通に帰れた。で、別のとこ行ける？あ、行けそう。よかった。これ何のマークやろう？え、待って、もしかしてさ、めっちゃ普通に、めっちゃ普通に、あれか？メインのやつか？いや、違うな。何これ、新しい依頼って。これは？あ、方向音痴のノズパスをこんなとこにある。今おるとこはここ？
ってことは、ん？あなたですか？あ、この人やね。調査隊さん、あなたのこと待ってました。新しいクラフトの材料を求めて、迷いの洞窟まで来たのですが、実は私、方向音痴で抜ける自信がなくて。でも、迷子のノズパスということわざを思い出したんです。そんなことわざがあるのね。ノズパスってポケモンはいつも同じ方角を向いていて、ふるさとでは道に迷ったらノズパスを見なさいと教えられました。見たことないけど。へへ。ね、なんか顔の影のつき方めっちゃ怖いんですけど。つまり、迷う前にノズパスがいれば、地図とノズパスの方向を照らし合わせ、迷わず洞窟を抜けられるはずです。ノズパスを捕まえたら譲ってください。私も探しておきます。絶対嘘やん、そんなん。へえ、どこ行った？ねえ、移動すんなよ、勝手に。今私、この場で渡したかったんですけど。あれかな？めっちゃ移動するやん。うん、ここやんね。くそ。勝手に動かないでほしい。困るので。もうその洞窟に行っとるってことやろ？あの中か。え、普通さ、ちゃんと準備が終わってから行かん？なぜ勝手に行った？で、どこよ？こっちか。あ、おったおった。ノズパスを譲ってくれます？はい。どうぞ。ノズパスですね。大きな花がいつも同じ方角を向いているという。そうやったんや。あっちを向いているので、出口はこっちですね。迷子にノズパス。もっと早くに出会いたかったです。ね、めちゃくちゃなんか足タン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 しようやけど、この人。調査隊さん、ありがとうございます。ノズパスとの出会いに感謝です。おかげで迷いの洞窟を抜けられます。それは良かったです。サブ任務68、方向音痴にノズパスを達成。